どうもこんにちは、ライラと申します。それでは国浦瀬のエピソード4を遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。なんか雰囲気が変わったよね、タイトル画面の。楽しみだ、行きましょうか。私の名前は池袋里穂、秘密組織のメンバーよ。里穂ちゃんスタートか。ちょうど依頼が終わってほっとしてるところ。さあ、アジトに行こうと、私たちの組織、小倉瀬アジトに。ようこそ、羽根須高校へ。早速、秘密組織小倉瀬メンバーの池袋里穂を操作しよう。現在場所は左上に、今何をすべきかは右上に表示される。X かエスケープキーでメニュー画面が開く。歩行中にシフトキーで走れるよ。さあ、アジトに行こう。この建物の3階一番奥、スキンあたりの向こう側。さあ、ということで、なんかちょっと新しくなった感あるね。さあ、行きましょう。こんにちは。いるのはリーダーだけですか？ああ、そうだね。今回も大変でしたね。リーダーも焦ったでしょ。別に計画通りさ。メグさんが起点を生かせなかったら失敗してたと思うな。まあメグはタリーになるね。ねえ、ずっと気になってたんですけど、聞いていいですか？何？リーダーとメグさん、小倉瀬の掟を破ってないかって。つまりリーダーたち付き合ってんです。そんな風に見える？見える時もあるんじゃないですか？いやー、そんなんじゃないんだ僕ら。本当かな。僕なんかメグのことを恐れてるんだから。いつもリーダーは？まさかメグさんは部下でしょ？いやいや、逆でね。じゃあ話してあげるよ。何？リーダーとメグさんが出会った時のこと？僕が1年生だった時の話さ。うわー、聞かせ聞かせ。右上がオレンジ色になった。こうなったらそう避けら動かせない。どうするかって、主役を別の人物に譲るのさ。メニュー画面を開き、一替えで別の人物を選んでみよう。緑色表示のキャラは今すべきことがある。物語を進めるには緑色キャラを選ぼう。リーダーとメグさんの出会い、どんなんだろう。で、一替えでメグちゃんか。リーダーと私が出会った。今日から我が羽根須高校特別科に転入の水道橋メグ君だ。よろしくお願いします。水道橋、あなたは？俺は田畑ガモだ。特別科じゃ一応成績いい方だ。そう、田畑くん、よろしく。おー、トークロールね。俺さ、一応成績トップクラスをキープしてるからさ、わからないことあったら聞けよ。ありがとう。俺、職員室で聞いたんだけどさ、水道橋もかなり頭いいらしいな。いいえ、私は全然。謙遜するなよ。転入試験の成績も過去最高だったらしいぞ。私は結果は消されてないの。特化の教師を鳴らせるってすごいのよ。これからも頑張ろうな。頑張る？何を？勉強に決まってるだろ。名門ハンスト特別科へようこそ。
いやー、おしゃれですね。相変わらず。少し歩き回って雰囲気を知っておこう。日々どう演じるべきかを知るために。特化の中を一通り見ておこう。あら、あなた、転入してきた子ってあなたかしら？はい、来たばかりなんです。そう、この学校は厳しいけれど、早く馴染めるといいわね。ありがとうございます。私、同じ学年よ。堅苦しくせず、気軽にね。そうなの。私、まだ友達がいないから。きっと、すぐにできるかな。特別科の人たちって、まるで他人に関心がないみたい。そうね。ああ、でも、普通科の人たちは付き合いやすいわよ。そう、あっちの方が楽しそうね。こっちは勉強するにはいいんだけどね。規則は厳しいから。規則？恋愛まで禁止されてるのよ。禁止するようなことじゃないと思うの。恋愛ってとても大事よ。私たちの年頃にはね。普通科には恋愛成就のまじないがあるんだって。ABC、それを唱えると必ず声が成就するって素敵。今、セリフが緑色で表示されただろう。これがことの葉だ。このセリフを聞いた人物はそれを記憶する。メニュー画面、ことの葉で記憶したことの葉をチェックできるよ。ごめんね、そろそろ行かなきゃ。私こそ引き止めてしまってごめんなさい。じゃあ。ありがとうございます。くだらない。愛情に理由も意味もありはしない。勉強しようも恋愛しようもどちらもくだらない。早くこの回出し去ろう。で、ことの葉に追加されてるね。おや。ガードされてできないな、これ。この上、屋上は立ち入り禁止のはず。謎の少年。自分が特別だと思うなら、ついてこい。あの男、他の生徒とは違う。あの男を追いかけてみよう。お、いけるね。八王子蓮、俺の名前だ。これで教えてくれるかい？メグよ。名字は？聞いても意味がないわ。ますます面白いね。俺好みの女だ。あなたは授業には出ないの？なあ、俺は授業に出る必要はないんでね。あなたも特化の生徒でしょ？勉強は大切なのではないかしら。勉強？ノーノー、洗脳だよ。従順な奴隷を作り出すための。ヘリクスを言う人間は嫌いよ。みんな、なんとなく誰か、いや過去の支配者の作ったルールを踏襲し、それに従う。ああ、クソみたいなつまらない世界だね。秩序ある世界に生かされてること、もっと感謝したらどうかしら。そんなことをこれっぽっちも持ってないだろう。何よりお前自身が。ルールは必要だね。だが、それを操るのはこの俺さ。ルールに生かされた人間は俺のルールに従えばいい。ああ、素敵だ。本気？
支配者はみんな同じことを思ってる。俺は狂ってるかい？いいえ、身の程知らずだけ。他人を支配できる人間はそうはいない。そうだ、確かに言うだけなら誰でもできる。じゃあ見せてやろうか、人の運命を操る様を。メグの頭上に吹き出しが現れた。彼女は何かを思い出そうとしてるな。さあ、記憶したことの葉を使ってみよう。メニュー画面ことの葉から適切なことの葉を選んでみよう。この男、人の運命を操れるというの。そんな力を持ってるようにはとても。とはいうものの、二つか。違うよね、さすがに違うよね。ねえ、ミスちょうだい。そうだな、アイスにするか。あんたが乗せばアイスの命も奪えるぜ。ダメよ、人を殺すだけならどんな愚者にでもできる。じゃあアイスを孤独にするなどだ。少しは難しいだろう。いいわ。よし、メグ見てろ。特化のバカ二人を使い、あの教師はいつも体育館に。いつも満杯のゴミ箱。俺がここで丸めた紙切れを投げる。これで終わりだ。愉快愉快。いいわ、私も手伝ってあげる。おう、じゃあ簡単だ。お前は使えそうだからな。ならば。もぐもぐ、うまい。このバナナの皮を体育館横のゴミ箱に捨ててくれ。それだけでいいの？ああ、それだけだ。サイン急げ。ショーの始めだぜ。いいバーレン、あなたの望み通りにしてあげる。よし、行きますか。落ちちゃいけないね。この先に気配を感じた。気になるわ。胸像の視線の先、そこの茂みで何かの気配を感じた。お、なんか今一瞬映ってなかった。まあそういうことか。この上に潜んでるのかしら。森の中に誰かが潜んでる。逃げてしまったようね。森の中に砦が。少し調べてみよう。これはなかなかいい武器ね。これがあれば一個手段とも戦える。これ以外はガラクタばかり。もうここを出よう。森を出よう。レンの言う通り、体育館横のゴミ箱にバナナの皮を捨てる。で、ことのうっかり男子。うっかり男子気になるな。うっかり男子、うっかり男子だ。マジでうっかり男子だ。さてと、補習の前に売店で飲み物でも買おうかな。なんだ、紙？胸像の下にあるくぼみにいいものが隠されてるって。行ってみるか。胸像にいいものが隠されてるって。いいものってなんだろうな、まさか。胸像をずらして、重い。相当動かさないとくぼみは見えないぞ。もうちょっと動かし。お宝が、お宝があるに違いない。ここでメグちゃん、思いっきりなんかやっておりますね。さあ、ということでここですかね。ここにバナナの皮を捨てる。けれどゴミ箱はゴミで溢れている。仕方がない、ゴミの上に捨ておこう。レンの言う通りに。これでゴミ捨て女子。ああ、また誰か捨てに来た。体感横のゴミ箱をもう処分しなきゃ。誰も処分しないから、いつも私ばっかり。もう体感横のゴミ箱を取りに行きましょう。
これのせいで体育館の中まで虫が出て部活動に支障を来すのよ。さあこぼさないようにゆっくり持っていかなきゃ。運動場の向こう側のゴミ収集所にゴミ捨てに行かなきゃ。さあ行きますか。あ、何してるの。よう、ちょっと調べ物してたな。またバカなことしてるのね。こないだも先生に怒られたのに。うるせえな、ゴミ運んでんだろ、早く行けよ。何よもう、人が行為で注意してあげてんのに。わあ、なんかいいぞ、これは。そんな本を隠してるなんて不潔。いや、これは俺じゃなくて。変態、変態。なんてものを隠してるのよ、男子って不潔。ね、魚住先生。よーし、今日も体育館の見回りするかな。その絶妙なタイミングで現れる魚住先生。なあ、おい、またいたずらしてんのか。やべ、逃げろ。まあ、ちょっと私のせいにしないでよ。こら、待て。いたすばっかりしやがって、説教だ。え、なんか完全にセッティングされたよね。どこ行ったんだよ、奴ら。たく、あんな重い胸像をずらして持って帰るつもりだったのか。レン、これも全てあなたの計画なの。し、パン売り切れ、しょうがない、校舎に戻るか。あれはレンが狙いを定めた男性と、彼が胸像の方に向かおうとしてる。この後何が。なんか胸騒ぎがするけど、とにかくレンの元に戻ろう。戻るか。おお。今か今かと待機してんのかな。どうなんだろう。さすがにメグちゃんがみたいなことはできなそうですね。戻りますか。あ、正門の方から聞こえた。行こう。正門の方から叫ぶがレンの知らせかしら。なんだなんだ。さっさとおぶっていきな。年寄りは大切にするもんだよ。勘弁してくださいよ。杖を振り回さないで。たるんだ赤子に気合を入れてやってんのさ。縁の仕業ではなかったよね。よかった。でも気になる、彼が何をしようとしてるのか。蓮、一体何をするつもりなの。ここでこれだね。バナナの皮、皮はよく滑る。そしてレンの企みを知るためにまだ何か手がかりがあるはず。競争の前のいかがしい本、男子の興味を引く。そしてレンの企みを知るためにまだ何か手がかりがあるはず。ずらされ落下しそうな競争、もう一押しで落ちそうだった。そして彼が胸像の前にある本に気づき、バナナ滑る。倒れた彼は胸像の台座にぶつかり、その頭上に胸像が落ちる。彼の頭上に胸像落とし、さすがに、レン、それがあなたの計画ね。いけない、このままでは彼は。引き止め、いえ、こっからではもう間に合わない。ならば先に胸像落とす、消去を与えて。左上が真っ赤になった。これは失敗が許されないミッションの印だ。慎重に行動しないとやり直しだぞ。左上が赤だったらセーブをしよう。黙って成り行きを見てるわけにはいかない。私が先に胸像を落とす。これかな。森へ進まなければ。これで魚住先生だね。すごいとこから飛び込んできましたね。たく、逃げられちゃったよ。お、胸像がずれてるじゃないか。直さないとな。このお方はすごい人なんだよ。ここでメグちゃん、森へ早く。これで胸像を狙う。チャンスは先生3回。すげえな。え、これ？これかい？
捉えた。狙いは確かだった。間に合えばいいけど。これで魚住先生相手何か当たったぞ。あ、しまった。競争にぶつかった。競争にぶつかった。競争が落ちそうだ。ここでもう一回メグちゃん。おや、あれはもしら。あ、あの人やだ、競争と抱き合ってるわ。いや、あのね、これはさっさと通り過ぎるのよ。目指しちゃダメよ。いきなり目の前に競争が落ちてきたから抱きしめちゃったよ。それにしてもあと少し競争が遅く落ちてたら僕潰されていたな。大丈夫か？大丈夫みたいだな。すまんすまん。まったく競争には注意してくださいよ。競争と仲良くなれてよかったわね。レンの元へ。彼に問いただしたいことがある。どうだ、あいつ孤立したろ。あなた彼に手をかけようとしたわね。え、メグ、そんなこと考えたかい？あのままでは彼は危険だった。メグ、見かけに言われず怖い思考の持ち主だね。確かに存在が消えりゃ完全な孤立だよな。まあとにかく目的は達成した。お前のおかげさ、メグ。もし俺の計画であいつが傷つく可能性があったなら、そいつは単なる偶然。そう、偶然さ。殺そうなんてとてもとても。だがお前が動いたせいであいつが命拾いした。どっちの考え方なんだろうね。レン君がこのメグちゃんが助けに入るってことまで計算に入れてたのか、どっちなんだろうなってのがあるよね。お前は全てを予見し阻止するために動いたってことだな。いいえ、偶然よ、私の行いも。メグ、いいね。俺が認めたくなるような女なんていないと思ってたよ。私もあなたの能力を認めるわ。そいつはいいや。どうだ、俺と組むか。あなた組んで私に何のとこがあるというの。全ての人間を見下ろせる快感を教えてやれるよ。そりゃもう楽しいのなんだって。あなたも子供ね。ありゃりゃ、どういう意味だ。狭い世界で人をもせ遊んで大様気取り。狭いか。確かにさっきの計画はちっぽけだ。だがな、メグ、気安く名前呼ばないで。いつでも俺の元に来いよ。面白くなるぞ、このクソ退屈な生活かな。考えておくわ。じゃあ、中央受練、彼は期待できる。こんな監獄のような学校にも奇抜な人物がいるもんね。けれど危険な人物というだけでは価値がない。彼はどうかしら。ハネス・ゴコ、もう少しここで様子を見よう。休み中に胸像が元通りになったかどうか確認しよう。彼、さっきの胸像の前で何をしてたかしら。さっきの男性と胸像に恨みを持ってるよね。おや、卑屈な男ね。胸像に仕返しをしたとでもいいの。いえ、この胸像なんか気になる。こっちか。胸像に注意。彼はそう言っていた。メガネ、ハゲのかすら。これ何が。メガネ、遠くを見通す。つまりお前のことはお見通しと。彼はさっきの出来事が私たちの仕業と知ってるというの。それにカツラ、ハゲてピカピカ、ツルツル、ツルツル。違う、毛が一本。頭頂に毛が、つまりこれは。屋上に来い、そこで待つ。そうなのね。これは挑戦状。いいわ、言ってあげる。特化生のみがつける検証、これは外していこう、目立ってしまう。彼は普通科、普通科の屋上に行けばいいのね。特化生だ。え、タマさんかな。特化生でしょ、当たり。私の情報魔がね、あなたは普通科じゃないって、そういうのすごいよね。で、特化生が何の言うかしら。迷ってしまって、私転入したばかりなんです。優秀な特化生がご丁寧に
検証まで外して反対側の鈴鹿で迷う。ええ、そうよ、悪い。あなた面白そう。別に。もっと面白いことを教えてあげる。鈴鹿にいるユニークな人。聞きたい？ええ。告白受け売り家業ってのがあるらしいの。私はまだ詳しくはつかめてないけど。告白受け負い、ただ簡単には接触できないみたい。合言葉があって、それがなかなか。この煩わしい子が知りたがってる合言葉、合言葉は確かあったよな。 ABC。 え、合言葉よ。あなたやっぱり面白いわね。もう行くわ。ねえ、また会いましょう。予感的襲、あの子はきっと接触するわね。人目につかないのは屋上かな。鍵かかってるけど。つまらない邪魔が入った。屋上へ急ごう。さあ、ということで、また邪魔される前に屋上へ急ごう。くだらない男、怠け者で人を寄せつけようとしない。自分の殻に閉じこもった男。それは君も同じじゃないかな。どういう意味？何が？あなたの発言、どういう意味？君が僕に投げかけた別紙、それに対する答えだけど、あれは怒ったかな。私、別紙なんかしてないわ。そうかな、こう思ってたんじゃないの？怠け者で人を寄せつけない殻に閉じこもった男、どう？めっちゃイモイと。特化で優等生を演じるのは疲れるかい？鈴鹿に逃げてくるなんて。逃げていないわ。私がどこに行こうと私の勝手。あら、怒った？でもさ、最初にちょっかい出したのは君だぜ。死にかけたよ。やはり気づいていたの。何が？何がさ。謝るわ、ごめんなさい。いやいや、じゃあ僕もバカにしてごめんね。ただの怠け者ではないよね。私、あなたに興味があるわ。なんだよそれ、告白かい？いいえ、あなたの力で私を告白してみる。私は知ってる、彼の正体。ABC、告白受け身にあなたのことね。依頼か。いいえ、あなたが有能かどうかは見極める必要があるわ。うわぁ、嫌な女。おいおい、可愛い子ちゃん、無限すんなよ、源氏。先生ですね。なあ、俺は鈴鹿の教師、こいつは秋葉源氏。よろしくね、源氏。俺にも挨拶してくれよ、キスでいいぜ。尊敬に値しない教師だわ。バッサリですな。で、メグちゃん、名簿調べたら特化の転入生だってな。はい。源氏は有能だぜ、メグちゃん。どんな告白も成功させちまう。特化でも源氏のことは有名なんですか？そりゃあ知らんねえ。特化のことは特化の人間に来な。とにかく源氏はこの学校の愛のキューピッドなのね。愛？そう、あなたは愛情を尊重してこんなことしてるんでしょ？別に愛は関係ないよ。告白を援助してるのよ、あなた。報酬のためにね。お金？なあ、僕は報酬をもらい、依頼人は告白の機会を得る、それだけ。やってることとは裏腹に随分冷めてるのね。僕の温度なんか依頼人にとってはどうでもいいんだよ。もっとも依頼人だって金で愛を買ってるんだから、どっちもどっちさ。そう。さ、もういいかい？おいおい、源氏、顧客は丁重に扱え。いいわ、特化に帰る。あなたの考え嫌いじゃないわ。そいつはどうも。じゃあメグちゃん、また来てね。面白いわ、秋葉源氏。これが出会いだったってわけか。また来るわ、源氏。あなたも面白そうだもの。お前のそのバイスを何とかしろ、源氏。うるさいな。おい、ふざけんな、秋葉てめえ。いや、報酬は持ってきてくれた？んなもん払えるか、どうしてくれるんだよ。彼女、君んとこに来なかった？ああ、来てよ。カンカンになってな。お前の送った手紙のせいで。
彼女から手紙を投げつけられたよ。なんだよこれ。苦労してよ、すごい調査してさ。毎日君のパンツの色をチェックするほど愛してますって。バカ野郎、その手紙に書いてある色のリスト、それ正確だよね。もういや、そんな情報が欲しいんじゃない。とにかく告白の舞台を用意したよ。彼女を許せる約束だった。報酬は払わん。彼女に謝れ。そりゃ契約違反だな。困るよ、約束待ってくれなきゃ。とにかく払わん。ありゃまた取り損ねた。たく、お前は詰めが甘えんだよ。また俺がかけて取り立てないなら、おっさんも乱暴やめてくれよ。変な噂が立っちまうだろ。告白すやったのに報酬払ってくれなきゃな。なかなかすごい関係だね。さあめぐちゃん、この学校でエミーがこぼれるなんて思わなかったわ。胸が弾んでるのね。私、新たな学校生活、新たな出会い、悪くない。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。